冒頭の順位表でもご紹介しました相模原降格圏内19というの勝ち点差はわずか5ですので、こちらもね全く ここはウェリントハットが中に入れるこぼれを右足、うん、まだ最後は栃木もしのぐ、ただまだ完全にクリアしきれない状態で押し込んだ、長崎が先制です。いや長崎が立ち上がり先制ゴールを奪いました。一つポイントというそんな話もあったんですがと思うんですけども、うん、ただこの後ですよね、江川選手しっかりとファーサイドに一人だけスペースを見つけて逃げてたんですよね。でこぼれたで食ったところを右足で押し込んだというようなこの一連の流れであったんですけども、栃木のディフェンダーとしては少しもったいない失点になりましたね。ベニットハットが運んでいきます。まだ運ぶ、まだ運ぶ、そのままシュートに行きました。ウェリントハット、またウェリントハット、うんとこれはペナルティーキックです。足がかかってしまったかというところで、ちょっとご覧いただきますこのシーンなんですが、そうですね、まあ、クロスを上げるというところを防ぎに行った矢地田選手ですかね、やり直しの PK です。ここもただウェリントンハット、いやこれは思わぬ形、また同じような質の PK で帯触ったんですけども、まあ、より近くにいたウェリントンハット選手のところにこぼれてきたっていうところがこの得点を生んだ全てではないですかね。ただウェリントンハットも、まあ、同じようなね、さあジュニーニョコントロールして残します。そして西谷のクロスヘディングシュート、面白い、うん、ですよね。ヘディングシュートもう一度ご覧いただきます。ただここヘディングでしたけども、すごく威力で力ありましたけど、という感じですかね。そうですね、今ね、そういう入りに見えますね、はい。さあその森、あ森、際どいシュートになりました。入ったばかりの森、加藤のスロット、ただこのボールが米田に出た、またペナルティーキックですね。米田がファールをイエローしたけども、まあ、ただここに反応してた米田選手を褒めるしかないのかなというふうに思いますね、うん、今右足がかかってますよね。トクラ、コビンもコースには行っていましたが、トクラが決めてこれで3点目。残り4試合勝ち続けるしかない、スピードとコースがありましたかね。そうですね、はい、ここで試合終了の笛です。長崎が勝ちました。昇格へ向けてはとにかく勝ち続けるしかないという長崎、その